はい、11月2日月曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時間はですね、朝5時36分ですね。これから相場解説を始めますけども、基本的には私はですね、ドルは安い方に行くと思うんですよ。ドル安で円は高い方に行くと思います。円高ですよね。ですんで、多分ね、ドル円の関係って100円前後まで進んでいくんではないかなというふうに大枠では捉えてるんですよね。週足とか月足を見ていっても、そういうふうな形でどんどんね、こう下がっていくような感じでしょ。ってことはこれ100円に向かってるんですよ。私がいろいろとね、利益を上げて印象深いのは110円台だったんですけども、114円とかね、118円までいくんじゃないかなと思ってた時期はありますけども、もうどん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 ね、値段がこう下がっていって、ドルが安くなっていくと。それで今回トランプさんもドル安にかなり力を入れていくみたいですね。大統領選がどうなるか分かりません。瞬間的にはこうガガガっていくかもしれないんで、ちょっと大統領選がね、終わるまでは手を出さない方がいいなっていうのが私の FX についての感想です。要するにね、材料の連発なんですよ。ですんで、こういうふうな荒れる時っていうのは利益を取りやすい部分もありますけども、その利益っていうのは単なるギャンブルでね私はやっぱり平穏無事な時にいかに取っていくかってことを、まずは足場を固めるためにね、そこからやってまして、そこから抜け出てない部分がありますから、ちょっと荒れると分かっている時はちょっと引いてみようかなと思います。特に放送する時はです。でも私は見てないところで結構やってますんでね荒れ相場にも挑戦するところがありますね。それはそうやらないと自分の力がつかないからなんですよ。ただ放送するに耐えうるものしか今放送してませんので、放送しているもんと放送してない、結構ね、私がね、ガツガツバリバリやってるところと、だいぶ乖離があるような感じです。私のね、本性がだいぶ出てるのが、公開してない動画ってことになりますけどもね。公開してる動画は本当に入門編と言いますか、まずは勝てるようになること、4体力を取れることっていうところがテーマになってますんで、皆さんそれをね、また前提に見ていただければと思います。それでは画面切り替えて解説していきます。いや、本当にね、大統領選とかね、大阪府知事、大阪市の構想とかね、どうなるのかなっていうところだったんですけどね。はい、画面見ていただけるんでしょうか。これがね、今週足になってますよね。ご覧のように週足ってずいぶん前に引いたこの線の通りに行ってるでしょ。移動平均線も一時期は横ばいだったんですけども、緩やかに下げに転じてますよね。いうことで、価格は100円の方向に向かってるわけですよ。以前は118円とかこの辺だったわけですよね。で、トランプさんが、ドル安の方向に舵を切ってますから、ますますこの流れは加速していくのかなと思ってます。でもその中でもドーンとね、一瞬上がる時とかあると思うんですよ。これなんて特にそうですからね。この週足はすごいですよね。上下に高いひげを出して、で、コマみたいになってるというねはい、じゃあこれを終わって、デイリーの方行きましょうか。デイリーはもう見慣れた図ですけども、こういう風なね、三角形があります。で、ここを突き破ったところなんで、大きくブレイクするんではなかろうかと。移動平均線もこのような形なんでね、もう売りの方が確認できたんで、セルでしっかり取っていこうと思ってます。瞬間的にバイに流れることがあっても、もうね、スケベコール出さずにセルの方で頑張っていこうかと思いますね。で、次は4時間足ですけども、ほら、瞬間的に上昇しているところが結構目立ちます、ここは。でも大きな流れは移動平均線、こうやって移動平均線、こうやって移動平均線、このようにやって、で、もう一回組み上げてまた下がるっていうところを想定してますね。で、1時間なんですけども、1時間がだから荒れてるんですよ。ぐわーっと下がってきてね、一旦上がって下がるかなと思ったら突き破って上ですから、かといってトレンド転換したのかどうかは分かりません。なんか上昇してますよね。移動平均線 なぞっていくとこんな感じですから、だからといってこれ倍でこれからも取っていこうっていう気にはならないんですよ。価格が上がったとしてもここまでじゃないですか。この辺からまたね、上がったとしてもですよ、上がったとしてもこういう風に下がっていくと思います。ここまで上がらないと思いますけどね。そういうこともありますんで、終わりましょうか、これ。とにもかくにもね、大統領選が終わるまで私たちはドル円で戦ってますから、ドル円が今ね、こう乱高下して、これからまさに混乱していくということでございます。大統領選が終わるまでは手を出さないようにしようかと思いますけどね。はい、では以上です。